市民です。お疲れ様です。今日は自己需要をと自己肯定感の違いについてお話ししようと思います。自己需要があっての自己肯定感になるんですよね。で、自己需要感っていうのはもう自分の嫌いなところとか、なんかこう失敗とか、もう受け入れたくないようなこともだよね、そういう時もあるよねって受け止めるのが自己需要。まあついつい怒っちゃうとか怒っちゃうとか、あの人嫌いとか言っちゃう、そんな自分もいるよね、ああ、あるある、そういうことあるよねっていうふうに受け止めるのが自己需要ですね。で、その上でそんなことする自分でも OK だよね、世界中が反対してそんなのダメだって言ったとしても、自分は自分のことを OK と思ってるし、嫌な部分いい部分あって OK、 そこから始めればいいじゃん、そんな感じを自己肯定と言います。だから受け止める自己需要 があってこその自己肯定感、ありのままでいいよっていうのがあるんですよね。受け入れるっていうのがちょっとピンとこなかったら、そんなことも全部許しちゃう自分と思ってもらってもいいかもしれません。世界中の人が反対しても自分は自分を許せるし OK、 そんな自己需要自己肯定感があると幸せになっていきます。この方法はいっぱいあるんで、またおいおいちょこちょこお話ししていきたいと思います。ではまた。